んだよ、やら、おい、ふざけんなよ。今日よ、俺よ、まあ、いつもみたいにさ、外行って、自販機行って、まあ、飲み物とか買ったわけだな。ああ、聞いてっか、お前らよ。おい、ふざけんなよ、おら。で、俺、まあ、家にやっぱペットボトルいっぱい溜まってっから、まあ、買い物するときに、まあ、自販機の隣っていつもゴミ箱置いてあるんだろ。ゴミ箱だよ、ゴミ箱。おい。で、そのゴミ箱にペットボトル捨て、商品買って帰りました。帰りました。途中で、俺の家の隣のやつが、家から出てきやがったんだよ。なんでなんだよ。平日の昼間からなんで、隣の家の人間がさ、出てくんだよ、家からよ。で、思ってよ、ちょっと家入るのためらって、まあ、自分の家スルーしたんだよ。そしたらまた別の隣の家の人間も家から出てくんだよ。ふざけんなよ。なんでそんなことが起こるんだよ。え？隣のさ、向こうの家のやつとそこの家のやつ、どっちの家からも人間が出てきやがったんだ。おかしいだろ、どう考えたって。へえだよ。なんで平日の昼間からどっちの家のやつもさ、家から出てくんだよ。仕事行けってんだ、お前ら。ふざけんなよ、ほら。え？もう絶対集団ストーカーの妨害活動だろ。俺を家に入らせねえための妨害活動だよ。ふざけんなよ。なんで家から出てくんだよ、こんな時間にさ。片方どころかもう片方からも出てきやがったよ。もうそこのシャッターからさ、まあ、部屋の中入ろうかと思ったら、もう隣の家のやつまでさ、出てきやがったからよ。おかげで家入れねえんだ、この野郎。ふざけんなよ。なんなんだ、お前ら。え？だよ。あ、まあ、そういうわけだな。まあ、まあ、今回から、まあ、やっぱり集団ストーカーの俺に対する妨害活動を記録してっから、今日は西暦2012年9月21日。21日ですよ。はい。21日かな？うん、21日です。現在、時刻がいくらだ？11時5分。俺が外行った時は、とりあえず、なんだっけ、外行った時は、まあ、10時半とかあたりだったんだけども、うん、まあ、ふざけんなって話だよ、おら。おう。